小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんスポーツ大好き、それ以上に栃木県が大好き、そのためまだまだ栃木弁が抜けない安田雅史です。こんばんは、熊本県出身の千葉県在住外から、足立区在住、そしてまたまた千葉県に住まいを移そうと計画中の小林誠也です。初めてのレギュラーパーソナリティとして30分、まあなんとかようやく半年続けてまいりましたが、まだまだ僕たち安田雅史、小林誠也の名前を覚えてもらえるように頑張っております。初めの2分。ただ商業ご存知の方はすぐにわかると思いますが、2つの歩くと書いて二歩と読めば全く問題ないんですが、これを先ほどから申し上げております通り、二歩と読むとこれは実は反則というか将棋の世界ではルール違反なんです。でも何か響きがいいということで、あえて二歩と読み、皆さんのお感じいただく違和感とともに、この我々の番組タイトル初めの二歩も覚えていただければと思います。はい、それでは私安田雅史と小林誠也の初めの二歩、どうか最後までよろしくお願いいたします。改めまして安田雅史です。先週、はい、バレンタインのお返し、男性のあれ、そうですね、男性のあれっておかしいけど、はい、ホワイトデーのありましたけれども、ね、まあ先々週の放送では卒業式で、はい、まあ桜っていうことが言ってましたけど、先週、はいはい、まあそろそろ咲いてるんですかね、梅ぐらいは。梅ぐらいはどうですかね。まあ話を戻しまして、はい、ホワイトデーの、はい、すいません、はい、すいません、申し訳ありません。あ、先月、あ、はい、先月バレンタイン、そう、先月か、先週、はい、申し訳ありません、すいません、申し訳ないです、すいません、はい、お願いします。改めまして安田雅史です。まあ、先月のバレンタインデーありましたけれども、あ、はい、まあ、今月、先週ですね、そうですね、ホワイトデーがありましたけれども、はい、お返しの日ということで、そうですね、僕の場合はホワイトデーは、はい、まあ、お母さんが買って店で買ってくれたものをお返しするっていう、ちょっとあまり、あ、お母さんに対してお返しで、はい、はい、いう感じだったので、あ、手作りとか、ね、作りたいっちゃ作りたいんですけどなかなか、そうなんですね、言い訳ではないんですけれども、まあ、僕野球を一筋ずっと頑張ってきたというんで、はい、野球が忙しくてそういう暇もないという、あ、そういう、なるほど、そういう手で、手で、手だという、本当にお母さんごめんなさいという思いで買ってあげてましたけれども、ね、小林さんはどうですか？でもそういう気持ちが大事ですよね。あ、でも自分は、あ、でも、そうですね、あの高校かな、高校、そうです、高校の生徒会やってたんですよ自分で、はいはい、その生徒会の役員が、はい、まあ、9人全員いるんですけど、はい、その9人のうち、はい、自分と会長だけが男で、はい、他7人がもう全員あれなんですよね、もう本当に女性なんですよ、はい、なんでこう僕がもらった分返さなきゃいけないじゃないですか、まあそうですね、まあ、変な話返さなきゃいけないというか、そうですね、まあ、そういう感じだったんでこう、はい、いろいろやってたんですけど、そう、はい、受験が重なって、はい、そう、最後の3年生の時にこう、はい、みんなからもらえなかったけど、まあ、みんなにこっちはあげよう、逆にと思って、あ、であげて、その時にお返し待ってるからって言って、何年か経って今っていう感じなんですけどね、ちょっと待ってるんですか、まだ、え、思っってるっていうわけじゃないですよ、お返しのチョコを待ってるっていう、あ、なるほどなるほどいつ来るのかなっていう、まあそういう思い出というか、思い出、そうですね、バレンタインの、バレンタインというかホワイトデーのイメージ、はい、思ってますね。何ですか、その寂しいというか永遠に待ちぼうけしてるホワイトデーなんですね、はい、そんな待ちぼうけの小林誠也でございますさてこの番組初めの二歩は、はい、毎月第1第3月曜日夜19時から放送させていただいております、はい、またこの、番組配信、番組映像配信版も YouTube で、放送後アップさせていただいておりますので、そちらも、はい、そちらの方もご確認いただければと思います、はい、
そんな初めの2部パーソナリティを務めさせていただきます、私安田正史の自己紹介をさせていただきますと、はい、まあ、1996年生まれで、まあ、オープニングでもお伝えしました通り、まあ、栃木県出身です。で高校までは野球一筋で、まあ、先ほども言いましたが頑張ってまいりましたが、現在はエキストラやたまにお役をいただいて、はい、短編映画などにも出演させていただいております。そしていつかできればですが、まあ、ずっと続けてきた野球に関わる作品に俳優として出演するという、まあ、ささやかな夢を持って頑張っております。どうぞよろしくお願いいたします。私小林誠也も1996年に熊本県で生まれまして、幼い頃からずっと千葉県で育ちました、はい、現在は俳優として勉強中です。いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインや、はい、配信動画のサムネイルデザインを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。よろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは今月の食いしん坊のコーナー。このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴取エリア浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の、大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいたそのままをリポートさせていただくコーナーです。この番組をお聞きの皆様の中でわんぱくメニューが大好きな方や彼氏や旦那様、お子様などなかなか食べ盛りの方にぜひ参考にしていただければと思っております。はい、さて第7回は市川市南行徳にありますポプリンキッチンさんにお伺いいたしました。はい、お店へのアクセスは東京メトロ東西線南行徳駅南口から出てすぐに右に曲がり、突き当たり市川市南行徳市民センター前の、十字路を、左に曲がってまっすぐ行ったところにありますイオン南行徳店の2階ゲームコーナーのすぐ隣にございます。はい、お店の入り口隣にあるメニューの食品サンプルには、大盛りメニューも豊富で見ているだけでもテンションが上がりました。店内は木を基調とした内装にオレンジの照明ととても温かで落ち着いた印象で、入り口すぐそばには小さな子供用の遊びスペースや絵本や漫画も置いてあり、家族連れにも入りやすいというお店というのが、まあ、第一印象でした。はい、メニューはビビンバ、パスタ、グラタン、ハンバーグ、お子様セット、ラーメン、うどん、デザートなどなど、もう店の前にあった、はい、倍以上のメニューの数、はい、もう価格帯はサラダが340円からステーキが1300円、はい、デザートは200円から2000円、お、まあ、と、みんな今皆さんにお聞きしていただいた違和感、そうデザートの最高金額2000円、はい、今回はそちらをいただいてまいりました。デザートですね。はい、デザートです。初のデザートですね。で注文内容が、プリプリエビドリア&テリヤキチキングラタンの、まあ、ハーフ&ハーフというグラタンとドリアが半分半分に入っている、そちらの商品の L サイズ、はい、と、そして食後に本命の超びっくりパフェ、はい、こちらが2000円のパフェ注文いたしました。はい、その際に店員さんにこちらのハーフ&ハーフの L サイズだけでも結構量があるのですがよろしいですかと気遣いをいただきましたが、はい、迷わず先ほどの2品注文いたしました。はい、改めて店内を見回したところ、お子様連れのお客様やご夫婦、学生さんなども、幅広い客層で皆さんドリアやハンバーグ、パフェなどを召し上がっておりました。はい、楽しみに待っていたところへ本日の大盛り一品目プリプリエビドリア&テリヤキチキングラタンがやってまいりました。グツグツと音を立てながらエビとチーズ、テリヤキとチーズの香ばしさがテーブルいっぱいに広がりました。はい、プリプリのエビの食感にチーズとともに香る濃厚なエビの香り、もうグラタンはテリヤキソースの旨味たっぷりな味わいに滑らかな舌触りのポテト、そしてチキンとマカロニの食べ応えと、感触
あと少しのところで店員さんがパフェ行けそうですかねと尋ねて、尋ねられたのですかさずはいと答えました、はい、そしてグラタンとドリアを完食したところへ、はい、今回の本命超びっくりパフェが、はい、高さ30センチ、はい、注ぎ口が直径20センチほどの巨大なパフェグラスに乗っていたものを、まあ、全部揚げていきますと、はい、バニラ、抹茶、ストロベリーのコーンアイスに小豆アイスのモナカ、はい、ティラミス、プリン、ミニチョコシュー、チョコレートプレッツェル、バナナ、みかん、コーンフレーク、コーヒーなどなど、お店員さん曰くおおよそ3キログラムほどの重量で、はい、パフェ全体としてのお味はカフェオレベースで、甘さの中にもちょっぴりと苦みがあり、少し大人な味わいでした、はい、ドリアとグラタンは40分ほどで完食したのですが、はい、パフェの完食にはほぼ2時間もかかってしまい、おそらく一生忘れることのない思い出になりました。ということで今回は南行徳店2階にあるポプリンキッチンさんにお伺いいたしました。営業時間は10時から21時、住所は千葉県市川市南行徳2丁目 20-25 イオン南行徳店2階にございます。電話番号は 047-359-1597 です。皆さんもぜひ満腹になってください。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。新人俳優公開自主トレのコーナー。このコーナーは我々新人俳優2人が、俳優として成長するために必ず必要なスキルを身につけていかなくてはいけないわけですが、それをリスナーさんも聞いていらっしゃる公開でやってしまおうというある面とてもリスキーなコーナーです。そして、我々新人が一番いろんなワークショップで現場で注意されるのはセリフの言い方です。こちらについて先月に続いて、まあ、ネットリサーチを参考にしながら、まあ、今回もいろいろと ご紹介していきながら、僕たちも実際にやりながらお伝えしていきたいと思います。はい、まずは前回の振り返りとして、はっきりとした発声法が大事ということでした、はい、ポイントとしては話し方を改善するためには声をはっきりと出していくことが大事で、はい、つまりはっきりとした発声に改善していくためには、口を大きく開ける、はい、そして舌を動かすことが必要だということで、はい、パ、ダ、カの発声練習をやってみました、はい、さて今回は印象を良くする発声について勉強していこうと思います。印象を悪くしてしまう話し方とはどんな話し方というと、それは話し方に抑揚がない、はい、ということです。抑揚がないと淡々と言葉を発して一辺倒の発声になってしまいます。淡々とした話し方は機械的で無機質な感じを受けてしまうということです。つまりそれが冷たい、暗いといったマイナスの印象付けをしてしまうということだそうです。言い換えるとその話し方で印象を悪くしてしまう人というのは無機質で抑揚のない発声をしている可能性があると書かれていました。では話し方に抑揚をつけていくにはどうしたらいいかというと、はい、そのサイトによれば、感情を込めて発声していくことが大事で、感情を込めて発声すると声のトーンが上がり、声の大きさも大きくなります、はい、それが自然と声の抑揚につながっていき、印象のいい発声になります。そこで今回は感情に合わせて声の抑揚をつけ、声の印象をぐんとアップするトレーニング法をお伝えします、はい、それではお待たせいたしました。今回の実践ですが、ある台本の一節について、一人ずつ嬉しい時は嬉しい気持ちで、悲しい時は悲しい気持ちで抑揚をつけて読んでいきたいと思います。まずは僕小林誠也から読んでいきたいと思います。長靴を履いた猫の一節でございます。それではお願いいたします。昔々、粉引きが3匹の息子を残して死んでしまいました。粉引きは貧乏でしたから、財産といった水車小屋とロバと猫が1匹だけです。その中から一番上の息子が水車小屋をもらい、2番目の息子がロバをもらい、
3番目の息子が猫をもらいました。ああ、猫なんてもらっても何の役にも立ちやしない。お金もなしにどうやって暮らしていけばいいのかな。3番目の息子が愚痴をこぼすと猫が言いました。ご主人様、まあそう言わないで。私に長靴を一足と大きな袋を一つ作ってください。そうしたら必ずお役に立ってみせますから。3番目の息子は仕方なしに言われたものを作ってやりました。わあ、素敵素敵、ありがとう。猫はピカピカの長靴を履いて大喜びです。早速森へ出かけていくと、途中の畑でお百姓にもらった人参を入れた袋を木のそばへ置いて、じっと様子を伺っていました。そこへ何も知らないウサギの一行がやってきて、袋の中へぴょんぴょんぴょん。よしよし、この大量のウサギを見れば王様も大喜びされるに違いない。この国の王様はウサギが大好物なのです。ということで、はい、はい、今読みましたが、そうですねちゃんとつけられていましたかね。まあ、まあ、うん、でしょうね。すごい苦いコメントで、まあ、まあ、途中ね、声の抑揚どころか滑舌がみたいな感じ。そっちが気になっちゃいました。申し訳ございません。続いて、まあ、安田正史いきたいと思います。はい。昔々、粉引きが 3人の息子を残して死んでしまいました。粉引きは貧乏でしたから、財産といったら水車小屋とロバと猫が1匹だけです。その中から一番上の息子が水車小屋をもらい、2番目の息子がロバをもらい、3番目の息子が猫をもらいました。あー、猫なんてもらっても何の役にも立ちやしないし、お金もないし、どうやって暮らしていけばいいのかな。3番目の息子が愚痴をこぼすと猫が言いました。ご主人様、まあそう言わないで。私に長靴一足と大きな服長靴を一足と大きな袋を一つ作ってください。そうしたら必ずお役に立ってみせますから。3番目の息子は仕方なしに言われたものを作ってやりました。わあ、素敵素敵、ありがとう。猫はピカピカの長靴を履いて大喜びです。早速森へ出かけていくと、途中の畑で お百姓にもらった人参を入れた袋を木のそばに置いて、じっと様子を伺っていました。そこへ何も知らないウサギの一行がやってきて、袋の中へぴょんぴょんぴょん。よしよし、この大量のウサギを見れば王様も大喜びされるに違いない。この国の王様はウサギが大好物なのです。お百姓が言えなかったですね。お百姓、そうですね。なんかお互いにちょっと前々前々回ぐらいですかね結構前のトレーニングからやらなきゃいけない滑舌ですね、はい、いかがだったでしょうか。うまく感情を込めて抑揚がついた発声 を発声で読めていましたでしょうか、はい、普段の会話でも感情を込めて発声することを身につけていき、発声で印象を良くすることができれば、より印象も変わり、僕たちの場合は役作り、一般の方の場合はより良い人間関係作りにつながっていくということでした。以上、新人俳優公開自主トレのコーナーでした。思いっきりゲーマーのコーナー。このコーナーはゲーム好きの私安田正史が過去にやっていたゲームをご紹介させていただくコーナーです。はい、まあ、ただゲームと申しましても、昔のゲームから次世代ゲーム、スマホアプリゲームなどなど、いろいろと幅広くご紹介させていただいております。まあ、リスナーの皆様にもこのコーナーをお聞きになって、あ、このゲーム知ってる、懐かしいなぁなど思って聞いていただけると嬉しいです。はい、まあ、さて今回ご紹介するのは、はい、まあ、最近テレビ CM など、玉山哲司さん演じるオセロニーヤン、はい、で話題が上がっている株式会社 DNA が、スマホアプリとして提供している逆転オセロニアについてご紹介したいと思います。はい、まあ、ジャンルはドラマチック逆転バトルと言われています。はい、このゲームの面白いところは、まあ、ただのオセロではないということと、まあ、先ほどから何回か出ていますが、はい、逆転と歌っているように、ゲーム負けている局面であればあるほど、その展開や挽回が可能になることです。はい、しかもそのルールは至って簡単で、はい、まあ、オセロと同じように相手の駒を自分の駒で挟めば、ひっくり返して自分の色の駒にすることができます。はい、
はい、まあ、これをもとに、まあ、少しアレンジされているのがこのオセロニアというゲームです。まずプレイヤーはデッキと呼ばれる20枚の、まあ、キャラコマという普通のコマとは違う、はい、様々な能力を持っているコマからなるものを作り、はい、まあ、それを使って戦います、はい、まあ、キャラコマごとに、まあ、スキルとコンボスキルを持っているものがあり、はい、まあ、スキルはそのキャラコマを盤上に置いた時に発動されるスキルです、ね、はい、またコンボスキルは盤上でひっくり返されていないキャラコマと別のキャラコマを挟んで相手のコマをひっくり返す時に発動するスキルです、はい、まあ、いろいろこのスキルにはいろいろ様々なものがあり、はい、相手にダメージを与えたり自分を回復したりもします。なるほど、まあ、なので勝っている側も油断は全然できません、はい、逆に負けている側もどこでその逆転のチャンスがあるかわからないので、その駆け引きがすごく面白いゲームとなっております。またこのゲームも最近のゲームでは当たり前となっているオンライン対戦もできます。なるほど、知り合いの友達とワイワイ言いながらオセロニアをやるのもよし、はい、全国の猛者と極限のオセロニアをやるのもよし、はい、まあ、楽しみ方が多いのも嬉しいことです、はい、まあ、ただ、まあ、実はこんなにいろいろ喋っていますが、はい、まあ、僕はまだこのオセロニアを始めたばかりの初心者で、なるほどまだまだ勝ったり負けたりと、まあ、正直言って少し負け越してる感じはありますが、はい、まあ、それでもとても楽しんでおります、はい、まあ、特になかなか実際に会えない栃木の友達ともオンライン対戦で戦っていたりもしています、はい、まあ、皆さんもぜひお使いのスマートフォンでこのオセロニアをダウンロードしては見ていてはいかがでしょうか、はい、まあ、ルールは本当に簡単ですので初心者でも始めやすいゲームだと思います、まあ、そしてテレビで流れている、まあ、宣伝ではないですが、まあ、オセロ見たいだけどただのオセロではないオセロニア、皆さんも逆転の時の爽快感を味わってみてください。はい、ということで小林さんはオセロニアは、自分はオセロニア CM はやっぱりそのよくあの拝見するんですけど、オセロ自体はオセロ自体はやりますね。やっぱボードゲームみたいな好きで、なるほど、結構あれですか、楽しい、なるほど、はい、まあ、でもオセロは小学生とか小さいお子さんからもできますからね、はい、まあ、それが多分人気の秘訣なのかなと僕は思いますが、はい、もしやるときあったら、やるときあったらというか始めるときあったら、あの安田さんにあ、はい、やります、はい、一緒にやりましょう以上、以上、はい、思いっきりゲーマーのコーナーでした、はい、皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました、まあ、今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さんの応援とともにどんどんお便りお願いいたします、ファックス番号0473033974 0473033974、メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp、 はじめの2分までお待ちしております。はい、ということでもう結構ねいろいろと今回も話しておりましたが、すごいですね、結構話しましたか、そうですね、パフェがすごいですね、あ、パフェは本当にあの後でちょっとそうですね、今画像がちょっと貼れないですけど、もうね、そうですね、ぜひあの皆さん調べていただきましたら出てくると思います、ね、すごいですよね、3キロのパフェっていうのは僕は食べたことないですね。あの実を言いますと自分パフェを食べる、パフェというものを食べるのが初めてだったんですよ。あ、そうなんですか。なんでその3キロパフェが人生初のパフェということで、いいですね、もうすごくもう思い出に残りました店員さんも大丈夫ですかって聞きくじったりすごい量なんでしょうね本当に、まあ、結構満腹になりました本当皆さんおすすめでございますデザートだけでお腹いっぱいになりそうですね、まあ、本当にそれはありました、まあ、それでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います、はい、まあ、この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。